天皇皇后両陛下の公務などを紹介している宮内庁の公式インスタグラムは、今日21日、午後4時ごろ、フォロワー数が100万人を超えました。宮内庁は、皇室の活動をより若い世代にも知ってもらうため、今月からインスタグラムの公式アカウントを使用し、両陛下の公務の様子などを紹介しています。アカウントをフォローする人の数イコールフォロワー数は連日伸びていて、今日午後4時ごろ、 フォロワー数が100万人を突破しましまた宮内庁が SNS を利用するのは初めてで、4月1日の運用開始以来、21日目で節目の数字を超えました。宮内庁の Instagram では、天皇誕生日の一般参賀などの皇室行事や皇居の自然のほか、能登半島地震の被災地で両陛下が避難者を見舞われる様子なども紹介されています。一部の投稿では 両陛下のの公務に同行される愛子様の姿も映っています4月11日には、オランダ王室の公式アカウントからフォローされたことを受けて宮内庁側もフォローし、お互いの投稿が閲覧しやすい、相互フォローの状態になっています。